を広げて。前後の一緒に撮ろうね。うん、記念写真。私たちのグライダーが飛んだら。は、はい。そうだ、飛んだ時だけじゃなくてさ、普段から撮っておきましょうよ。私たちの活動の記録ってことで。後輩たち？そっか、そんなこと考えたことなかったわ。ごめんなさい、怪盗Y様。もう二度と夜ちゃんをないがしろにはいたしません。大切なものを奪われる気持ちが少しはわかったかしら。はい。これに懲りたら妹にもっと優しくするのだ。それ以上に男の人にパンツを見られる恥ずかしさを学びました。え？男の人にパンツ？さっき一緒に葵先輩がいたから。私が履いてたところ？夜ちゃんが履いてたところ。私のパンツ、葵先輩に見られちゃった。ガラスマットが含んだ空気をハケで押し出すようにして樹脂を塗るの。こうでしょうか。塗りすぎ。もっと少しずつでいいから。このくらいですか？まだ多い。 FRP は樹脂の割合が多いと強度が弱くなるの。じゃあこのくらい？少なすぎ。難しいです。
その調子よ。で、なるべく手早くね。なるべく手早く。もう何やってんのよ。ああ、これじゃもう使えないわね。ごめんなさい。いい？ここにある資材には限りがあるの。足りなくなったらグライダーを作れなくなっちゃう。技術はおいおい身につければいいけど。はい。の損傷箇所はここだけ？よし、今日中に全部終わらせよう。失敗しちゃった。出すようになんですか、小鳥先輩。ううん、ちょっと思い出してたのよ。私もね、あなたみたいな時期があったわ。はあ。何をやってもうまくいかなくて、自分はみんなのお荷物なんじゃないかって悩んだりもした。私を変えてくれたのは
かけがえのない仲間たち。かけがえのない仲間たち。そうよ、仲間たちとの絆で私は変わることができたの。もう無理、限界。なーに、かゆくなるようなこと真顔で語ってんのよ。見なさいよこれ、サブイボ立っちゃったじゃない。なんですか？ギャグじゃないもん。こーら、期待に当たるでしょうが。いけた。嬉しいけど、真面目に作業してる時に言うのやめて。ほらほら、ここ手が震えて歪んじゃったよ。そんなの私のせいじゃないもん、あんたたちが悪いんだ。皆さん、やっぱり仲がいいんですね。ちっともよくない。今の聞いたでしょ、友情を信じてたのは私だけなんだから。ちょっとからかっただけだってば。愛してるよ小鳥ちゃん。もう絶好よ。ハーゲンダッチのストロベリーね。だいぶ形になってきたわね。こんなのがあの大きなグライダーになるんですか？そうよ。へえ。自分たちが作った翼が飛んでるところを見るのは最高よ。私、頑張ります。うんうん、その息だ。いよいよ始めるわよ、大改造プロジェクト。
ですね。これも先輩たちが書いたんですか？まさか。これはあまねちゃんが書いたのよ。あまねさん？あ、あの写真の方ですか？そう、あまねちゃんは天才だから、正真正銘のね。その天音さんって天然スレスレの天才よ。天然スレスレ？変な人だったよね。自分がすごいってことにまるで気づいてないみたいだったし、客観性が欠如してるのか、はたまた頭の回路が常人とはかけ離れているのか。へえ、でも優しそうな人ですよね。優しいっていうか子供みたい？それもとびっきり手のかかるね。実はどんな人なのかよく知らないの。イスカさんって言って、アマネ先輩と二人でソワリング部を復活させたんだけど、その後いきなり学校を辞めちゃったんだって。イスカ、イスカ、あ、いえ、変わった名前だなって思って。だからこれを作るんですか？
と、より高く飛ぶために高揚力の翼に改造しようってわけ。それがこの設計図なわけよ。安心してないで、朝も手伝う。おい、このヒートカッターで発泡スチロールを切っていくの。ほら、やってみ。ゆっくりよ、ゆっくり。そう、その調子よ。慎重にね。うわあ！ちょっと、どこ切ってんの？葵、ここ押さえてて。広いと作業しやすいわね。汗だくで必死な顔しちゃって、理解の外にいる頑張り屋さんばかりね。飲み物買ってくるだけ。ここ暑くて死にそうだもの。姉さん、何かいる？じゃあサイダー。他の先輩方は？ウーロン茶。私はコーラ。サイダーとウーロン茶とコーラ2つね。